こっこーた <laughs> あよ <laughs> 今監禁されてんの缶詰状態じゃあ20秒前ですねしょうカンボジアから見てるんだありがとうこ <laughs> ーたって前にサンタあの出てたあ<ー>ゲスへ、はい、えー、カンボジアから達郎さんとしょうた ありがとう閣議じゃない隔離ね,きますね時刻は間もなく10時30分ですここからはゼルバサッカースクールのイアナレールフカナレの時間ですゼルバサッカースクールは沖縄市、沖縄県ギノアン市を中心に幼稚園から中学生の子どもたちがサッカーに日々励んでおります スクールのコンセプトとしてサッカーを通して人生を彩るということを大事にしております。この番組ではサッカーのサッカーをしているお子さんを持つ保護者の方であったり、監督であったり指導者の方に向けてメンタルだったり接し方の部分のお話をさせていただいています。よろしくお願いします。はい、そしてこの番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmkino.com です。 また、FM 祈能案では YouTube ライブツイキャスで映像と音声のネット配信も行っております。FM 祈能案のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。また、ツイッターも連動しておりますのでツイキャスご覧の方はぜひコメントもお待ちしております。はいはい、そして今日も似田水さんの Facebook ライブもしてますね。し、はい、てます。はい、今日はいつもよく4名見てくれて <laughs> 知り合いが見てくれてる感があるのはちょっと嬉しいですね嬉しいですね。はい さあ早速ですが週末にですね、はい、うちのスクールで初めてさ、まあはじまあ、2年生の大会に出たんですねフットサルの大会になるんですけど、まあ、5人対5人っていう形で、はい、出会って、まあ、どこが来るかちょっとよくわからないですけど2年生でまあまあ強いって言われてるじ、えー、と那覇市のチームだったりとか来たりするっていうことで出たんですけどえー うちは大体12名か12名いて、まあ、順番に都回引っえ試合に出るような形にしたんですけど、はい、まあ結果なんか17対0と11対1と9対1で勝って全部、ね、<ー>優勝したんですね。すすねねもちろんねこれねすごいって言いたいところなんですけど、はい、もちろん選手たちは頑張って子どもたちすごい頑張ってたしみんな楽しくやってたし、はい、あの非常に、まああの,他のチームのコーチとかもすごい上手な行為ですねっていう話があってほんと子どもたちよかったと思うんですけど。はい まあ今回はまあどこが来るかっていうのは分からなくて一日でやる大会っていう名目で出たんですけどやっぱりこれねやってるうちにね僕もだし子供もだし相手チームの子も相手の監督も相手の保護者もやっぱりねいろいろなんかこ虚しくなっちゃうんですよねそうなっちゃうともちろん子供たちは一生懸命頑張ってるんですけどやっぱ4点5点差がついちゃうともう。 采配とか気持ちとか,なんかそういうのを超越しちゃうことがあるのでですよそもそも相手チームの購入の方には2年生の子があまりいなかったりうん、うん、幼稚園で出ますとか、うんまあ、うちにも初めて試合した子とか1年生もいたんですけど、うん、でもやっぱりこううーん、まあ、人数的にというか2年生のしがちゃんと基本的には出れるし。うん まあそういった部分で差がついちゃって、まあ、しょうがないですよ、本当に大会的に相手が知らないってのあるからだけど、やっぱこういうのをなくしていかないと、うん、うちの子供たち来てくれてる子供たちもやっぱりこう俺ら、超強いってなっちゃだめだしそうすると相手弱いなみたいな言葉は自然と出ちゃうんですね、楽勝とそう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 余裕じゃん、今日<ー>みたいなのを、はい、無邪気に言っちゃったりするんですねあ<ー>まあそこは話は僕は話僕したんですけど、はい とはやっぱりね相手の保護者の方だってやっぱ非常にこう悲しいじゃないですかあんなに点取られちゃったりしたらねやっぱりなんかそういうのであのまあそれって結構野球でもサッカーでもそのトーナメントになると1回戦17対0とかってよくあるじゃないですかああいうのをやっぱなくしていかないとできる限りその制度として。 だからそういうのをやっぱりやんなきゃいけないなっていうのは改めて思いましたねうん,うんなんかもう入賞したっていううれしさよりもそっちの方がちょっと僕は気になってあんまこう素直に喜べなかったというかえー、素直にじゃあちょっと優勝したのを喜べない部分もあった <laughs> そうですねやっぱこういうのをやっぱ見直さなきゃなっていう部分の方が強くありましたねでまあ保護者の方にも言ったんですけど、はい、やっぱりまああのー チームにしてやるにしてもあの対戦相手をいい意味で選ばないといけないと思うし、うん、お互いにとってねうん、うん、で逆に僕たちが0対9で負けてもあんまり意味ないというか挫折感しかなかったりっていうこともあるしもちろん負けて覚えることって、えーうん、あると思うんですけど、はい、だけど。 もちろんん負けててそういうういい相手がいるるだっののも知るのもも知大事もしかしたら海外のチームで同世代ってめちゃくちゃ強いじゃんっていうのを俺たちこのままじゃダメだっての、はい、知るのもこのままじゃダメ、うん、いい意味でねもっとやんなきゃとか同じ2年生だけどこんなふうにやるチームがいるんだって知ることは大事うん、うん、ある意味、はい、けどそれがもう毎回とかしょっちゅうなっちゃうと全然これは楽しいはずがないしそうですよね確かにあの、うん めっちゃ点数開いてたら多分やってる本人たちもえなんかあとこの時間でこの点数返すのみたいなハーフタイムとか本当お通夜みたいになるんでいやでも僕もあります、やっぱなんかボコボコにされた時も小学校の時もあったしでも、やっぱそうするとそれってなんだろう仕方のない負け方だったりするんですよ例えばサッカーを始めたのが幼稚園の4歳とかからやってるっていう子たちがいっぱいいるチームもあるんですよ。 ザッカー始めたら最近でですすっていうチームもあるんですよ、うん、子が多いチームね。でもこれってこの差ってその始めた時期がまだ2年3年なのか3ヶ月なのかの差だけであって、うん、あと5年続けた時にその差は確実に縮まったりとか、うん、え変わってったりするんですね。はい、で単純に時間の問題であったりもしくは練習の質の問題なのかもしれないし本人の取り組みかもしれないですけど、うん、やっぱその辺 をちゃんと見極めていくことも大事だしじゃないとえまあ無駄な挫折なんだろうやっぱね小学校年代にあいつら超強いから俺には無理だって思うことも良くないと思います。無理じゃないというかそこをどう変えていくかっていうこの差をどうやって埋めるまたどうやって追い越すかっていうことも大事だし何よりやっぱ自分自身にベクトルを向けて自分がどうあるべきかっていうことを問うことも大事 そういうなんか言葉かけをやっぱするかしないかでだいぶ変わるなっていうのを改めてこの週末に感じたかなっていうのはありますその日の夜か夕方か例のオーバー35の,ーあのチームが前回3位になったけど今度優勝したチームと練習試合したんですね。はい で優勝したチームのはまあメンバー揃ってなくていろんな人がスケートが来てたからだったんですけど、うん、でその中でね、ねそのあとみんなで飲もうって言って飲んでたんですけど<ー>あの監督、まあ、監督って言ってもまあ50ちょいで、まあ、みんなのことを、はいろいろいろやってくれる方なんですけど、うん、こう何が大事かみたいな話になった時に、うん、1> 1人お互いにもうプレー分かってるでしょっていう大体大人なんだし一緒に何試合か試合したら分かるじゃんっていう話があって。うんうんはい これは仲間,でそう仲間内で,仲間内で、うん、仲間内で、内紀がどんなプレーが、うん、例えば足が速いとか、えー、体が強いとか、簡単に言うとね、ドリブルがうまいとかっていうの分かるじゃんっていうのがあって、うんうん、で分かるんだけど、試合していくと、やっぱり、え今パスちょうだいよとか、選なんでお前そっち行っちゃうのとか、うん、なんでいつもお前そこにいんのみたいなのがあったりするんですね、僕は、うん、キーパーの子と話をしたんですけど。うんうんはい でもその時に大体大人でも子供でも出るなって「お前なんで今そこなんだよ」とか「なんで今パスくんないの?」とか「早く出してよ」とか、はい、まあ言い方はね丸くしたりはすると思うんですけど「はい、いや、まあ、今じゃないでしょ」はい、みたいなとかあるんですけど、はい、っていう自分がやりたいことを言うこと、うん、言う時間っていうのはすごく、はいみんな言うんですよバッと自分の思いをね、うんはい、もちろんこれは大事だと思います。うん、だけど最初にやっぱ じゃあ今お前どうしたかったのっていうのを聞くことから始めるってすごい大事だなっていう話になって、うん、自分がやりたいのはみんなあって当たり前だしみんなあるからで、ね、で主張も大人だったらできる大体、はい、だけど相手がどう思ってるって最初に聞いて今の時お前どうしたかったあそうっていう一回受け止めて<ー>俺はこれしたかったっていう話にするとるもうちょっと建設的な意見になるっていうのが。 最近ふと気づいてほんと今頃気づいたんですけど一方的に言うのが何か当たり前って言ったらあなんですけど何かそういう、うん、場面を見る方が多いですよねどちらかというと、うん、意見を主張するっていうのも大事これはもちろん日本人欠けてるから大事なんだけどでもその前に一回いや今どうしたかったって聞けるかどうかはこれは 指導者としてもそうだしうプレイヤーとしてもすごい大事かなって、はい、やっぱ大体が要求言って終わりなんで,んで僕もやっぱ試合中になって熱くなると要求で終わっちゃうんでうんやっぱそこは話もう一個「いや今の時どうしたかった?」のって「いやだったらここじゃない?」みたいな話を。 はあ、するかしないかでそのチームの質って変わるよねっていうのをこの間飲んだようみんなで話してて、うんまあ、みんなじゃなかったんですけど、はい、一部で話をしてて、はい、やっぱりみんな知った気になるんですよね。はい、うん、うん そうでもうう主張になってるそうお互い、こいつはこういうプレーだ,だから早くパスよドリブルお前し,ドリブルしかしないだろうだから早くパス出すよとかお前、取られても戻んねえだろ早く戻れよみたいないやだけど戻んない理由が何かあるかもしれないですはい俺の後ろのやつが取り返してくれると思ったようにカウンターに残ってたって言うかもしれないし、ね、ごめん、サボったって言うかもしれないし <laughs> サボったらじゃあもう一回次はやろうよって分かったってなるかもしれないうん、うん、そうですねで戻れよって言ってうっせよってなって終わるかもしれないじゃないですか。はい、確かかかににももしかしたらその人にも何か意図 あってそうういことれが結果的にちょっとミスとかになってしまっても何かあったかもしれないですもんね。そうなんでんかキーパーの子が僕に出したパスが「いや俺あの時欲しくなかったんだよね」って思いながら「んで今出したかな」ってもう絶対狙われてるっていう時に取られたピンチになった時があって「いや俺じゃないところに出してほしい振り取ったんだけどでもなんで?」って言ったら「こうでこうでここが空いてると思って。 順番的にここ見た方がいいと思ったっていう話いやだったらでもマーク危ないそうだったらもっと前の選手にやった方がよくないみたいなそうっすねみたいな話になったんですねこれはうまくいったで失敗した例はこの間の試合前の試合でなんで戻ってんだよって言ってちょっともう走れない選手だけど交代メンバーいっぱいいたから一回休んでまた出ればいいじゃんって出たい人いっぱいベンチにはいたんでだから別に あの順番にみんな出てるからうん、うん、でもう走れないぐらい疲れたんだってもういいじゃん、うん、一回出ろよ、うん、一回交代してよって言ったらうん、うん、はやってんだろみたいになってそれで <laughs> はあと思ってちょっとずっとイライラしちゃったんですけど<ー>で終わってからも、まあ、なんか特にまあお疲れ様ぐらいしかいなかったんですけどやっぱその時に <laughs> いやどんなプレーしたかったのかなって歩み寄るのが大事だったなって思ったんですようそうですねそこ聞くだけでちょっとまた変わったかもしれないですもんね清水さんの気持ちも。そうそうそう あ,あそういういそれでそうだったのっていうのと、うん、かでも絶対向こうも何かしらやっぱ良くねえなと思うことあるはずじゃないですかはいだからその辺がやっぱりこの歩みより自分が言いたいことを言って終わるんじゃないっていうのはすげえ大事だなっていうのが、うん、まあでもこんなのね、はい、監督とか指導者だけしかやってなかったら多分分かんないじゃないですか、はい だだってうの当たり前からコーチとしてはとか監督としてはそうなんですよ大人でもそうなんだなって思って実際できてる人はやっぱり少ないもんなんですかねなんだかんだ皆さんの方ができてるチームはいいチームだと思うやっぱ強い弱いっていうか実力がみんなすごいとかじゃなくてまとまりがあると思う。 お前今こうしたからじゃあ俺こうするね分かったじゃあこうしようねってなるとなんか 1+1 が2とか3とかもっとなると思うしうんあショートありがとうそうそういうコメントがあるのはありがたいですあい。はいじゃあいっ CM 行って後半また行きたいと思います熱いヒートテックまジ失敗した がが怖いな<ー>でも結局自分の気持ちって言わないとわからない。うん

時刻は10時44分を回っております。テルバサッカースクールのヤーナレールフカナレ、はい、後半戦ですね。後半戦です。はい。そうそんなこんなで昨日はそれで、はい、えっと練習をやると思ってます。グラウンドが雨で使えなくて会議室で,でした、ね、そう、はい、なんかしようと思ったんですよ。で会議室近くの会議室を押さえたらしたら。 雨上がったんですよ、ね、<ー>上がってどうしようと思ったらすぐ近くにビーチへトロピカルビーチあるんで、はい、ビーチ前だったらお父さんお母さんもみんなちょうどあの送迎でいたから「うん、じゃあすみません今からビーチもうほんと23分なんでちょっとあっちでやります」って言って、うん、みんなでビーチサッカーをしたんですけどービーチサッカーっていうかもうほんとにそで追いかけっこみたいなもほんと <laughs> にもうみんなでコーチたちも若いコーチも2人いたんでみんなでこうキャッキャッキャッキャ,ッキャ言いながらやってて。か<ー>まあ 普段はね本当にサッカーの練習というか、はい、まミニゲームとかいろいろやったりしますけど、うん、でもああいうなんかほんと単純に子どもたちが走り回って元気にしててっていうのを見るとやっぱりねなかなかこう屋内と外の開放感とか、うん、あ違うなーって子どもってやっぱり動くとすごいこういろんな部分が破産されるんだなっていうのがあってほ、うんとんか砂浜と海と、はい、ね <laughs> 最高ななな環境なんだなっていいうのを改めて思いそうですお父さんお母さんは本当そういうのに協力してくれて全然もう「あれ全然大丈夫ですよ」って言ってくれるんでうん、うん、すごいなんかこう和やかな雰囲気,気があったんですけどうん、うん、でその後に中学生はもう暗くなっちゃうので屋内で練習したんですけど、はい、えと振り返って普段違うクラスで練習してる子が何人か来て、うん、で体験できた子もいて。はいで あと久しぶりに来た子もいてとかって言って<ー>かこうもう知り合いがあんまりいないめちゃくちゃよそよそしい中学生と6年、はい、思春期の子たちみたいになって<ー> <laughs> でまあ難しいんですよね大人でもやっぱ初めてのとかあんまりよく知らない人と一緒にサッカーする時って雰囲気がすごい重くなるし難しいんですけど、はい、で中学生なんか特にやっぱりね その時期はちょっと難しいじゃないですかこれはもう脳とかでも聞いたんですけどメンタルトレーナーの方が聞いてホルモンバランスが崩れちゃってるから本人も意識してないイラ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 したくないけどイライラしちゃうみたいな状態だから不機嫌になりやすいからそこはもうしょうがないよっていう話を聞いて僕もそっかじゃあそういうもんだなと思いながらでもじゃあこの時間どうやったらもうちょっとよくなるかなっていう話をして。 むすっとしてとかなんかちょっと自分から壁を作って終わりましたっていうのかもうちょっとなんかこう、はい、一歩でもなんか得られたとかなんか関係性作れたとか、うん、で自分から壁を作っちゃうと多分相手も壁感じちゃうから、うん、なんかこうまず名前聞くとかでいいから、うん、共通点探したりみたいなことをやりながら少しこうゲームっぽいことをやりながらやったんですけど、うん、であそうしかもさらに英語しか喋れない子も1人いて、はい、またこれ <laughs> <laughs> で英語しか喋れない子も思春期もど真ん中なんで。<laughs> なかなかね結構ハードルが高いクラスになっちゃったんですけど、はい、あでもああ、はい、まあ終わる頃には少しはこうなんか窓を片付けしながら子供同士でこう話したりっていうシーンがあってあ<ー>で、はいまあ、どっちがいいって、えー、どっちの時間がいいっていう話を子どもたちに言ったらやっぱりちょっとも関係性作りたいっていう話はしてた、はいうん、じゃあそれを前提にやろうねっていう話もできてまあ 今日1日その日一日で仲良くすごい仲良くなったりとかは難しいかもしれないですけど、うん、やっぱサッカーしたらいろんなところで会うです特に沖縄の場合は、ねはい、大会を通して会場も限られてるし、うん、あれは、お前、うん、の時いにんうの絶対あるので。 なんか本当そういう時にぜひ話をしたりとかちょっとしたコミュニケーションのきっかけになったら、まあ今日の練習がどっかで意味があるかなっていうのがあってこの最初の一歩がちょっと難しいそうですね、ここをちょっと突破すれば、はい、なんか大丈夫そうですけど、うん、共通点とか見つけられたりすると<ー>ちょっとその話題で盛り上がったりとか。うんうん やっぱそこは本当僕の指導力っていうのももっともっと上げなきゃなと思っていろいろ工夫してゲームでんか思わず笑っちゃうようなやつとかを入れたりもしてたんですけどやっぱやっぱちかったいなあって反応はやっぱちょっとそうですねやっぱその前のクラスがあまりにも幼稚園とか低学年だとキャ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 してた分やっぱそのギャップはめちゃくちゃありましたねそうですねへえそうそうそうそんなのもそだから割と こうすぐすんなり仲良くなれるのかなっていうイメージが勝手にあったんですけど、うん、やっぱそういうわけにもいかないと、ね、そうですね年代とかにも <laughs>、うん、やっぱり56年生ぐらいになってきて初めてだったりするとやっぱり緊張とかいろいろ恥ずかしいとか、うん、なんかプライドもあるだろうし、うん、あいつどんぐらいやるんだみたいな俺どんぐらいできるんだみたいな、うん、多分あったりもするので、はい、あそこねやっぱ時間はかかります。ででもやっぱその中で時間を、うん 前もあったんですよそういうクラスがなかなかこう<ー>雰囲気が良くならないクラスがあってでもお互いにそれこそさっきの知るっていう話で、はい、じゃあ何で来てるかどうなりたいのみたいな話をお互いにする時間を作ったんですよ5人ずつぐらいのグループに分けて。はいはい、そしたら意外とみんな本当は友達のここでなんかもっとなんか上手くなりたいしんなんか会話したいとか友達できたらいいとかそういうような話を心のその。 うにはあるそ絶対だって楽しいから来てるし好きだから来てるしうまくなりたいあ、なんかそんなのちょっとお互いが心を開くとそから雰囲気くなったたりはすごいししまねそれするにはじゃあみんなどうするみたいな来たらちゃんと挨拶するとかみんなで集合早くしようって心がけるとかそういう本当簡単なことなんですけどやっぱみんなで共通の目標を立ててグランドルールっていうんですけど立てると。 みんなが言ったからこれはやろうってコーチが言ったんじゃないよっていうコーチが言って僕が言ってこの時間早く集合早くする話聞くときは気をつけするとかっていうのはもちろんできるしけどやらされてるのはものをその時点であんま受け入れてない3割ぐらいしか聞いてないんでだから自分でやるって決めさせる前も話したと思うんですけど状況を作ることはすごい大事かなっていう。 ややらされてんのかやってるののかかっていうの自分たちで決めたことになりますからね話してたらそう。それは強制じゃないよって自分たちで決めたんでしょっていう、うんうん、こっちの強制じゃないしもっと内発的なものになるからうん、うん、あそこをねやっぱりこうモテる会話とか対話。 で本当は練習が70分とか1時間半しかないのでクラスによってですけどだから本当5分3分でも5分でもすごい大事な時間なんですよ練習の流れの中ではこういうことしたいなとかやっぱ持ってるんですけどでも今後につながるっていうことを考えるとその1回を設けると何倍も良くなったり変わるきっかけになったりとか成長の速度がぐんって上がったりすることがあるのでんまあ本当そういう対話する時間っていうのはすごい大事にしたいなと思います。 うね、そうですね、うん、そう作戦タイムとか言って子供はやっぱ盛り上がるにちっちゃい子特に <laughs> <laughs> い言い方ですこの間ちょっとお話しして今沖縄にいるアスパイアアカデミーっていうところにいた八橋さんっていう、はい、すごい方がいるって話したんですけど、うん、やっぱその人もそういうのをすごい大事にしてるって言ってましたね、うん、もっとその作戦タイムっていう言い方でもまあ何でもいいんだけど、うん、やっぱその子供たち同士で話して決めるっていう時間を、うん、サッカーの試合の中試合っていうか合間合間に。うん 設けてあげることで彼ら自身のやる気と考える力っていうのは本当に伸びるから大事にした方がいいよって答えを言うのは簡単だけど、うん、やっぱりいかに言わないかっていうことを言わない気づかせるっていう導きがすごい大事っていうのを言われて、うん、本当に改めてそうだなっていつもそれは心がけてるつもりなんですけどもっと,もっとその精度というか上げるというか導き方の引き出しっていうのは。 学んでいいいかなななきゃいけないなーって思いましたね、うん、すごい上手だったんでその関わり方がちょっとしか変わっていないし言二言を言うだけで子供すごい変わったんでその人が来たってことのかけ方で変わるってなんかすごいですね、うん、すごいし別に考えるとちょっと緊,、うん、緊張というか。うんうん ちょっとしたポロっと言った一とことがもしかしたらやる気を損なうかもしれないしそうそれはどっちもあるのでんあなんか一言言ったせいでだめになっちゃう場合もあるし、はい、一言言ったら刺激になってっていう場合もあるので本当その言葉がけは大事にしなきゃいけないなって思いますしうそうこの間一人の子ははああそうまだ時間あるかなまだ、はい <laughs> 一人の子がなんかすごいちょっと反抗的な態度というかやるって。 ないつもすごいやる気がある子だったのに、うん、な,んかなんかこういうどうしたのなんかやろうこういうふうにやったらってあ俺はいいよ」みたいな感じになって、はい、えっって思ってなんかこう自分がうまいから話聞かないのかなと思っててう,ん、なもう上手くなってきたっていう自覚があって話聞かないのかなって思ってたら、うん、実は。 ちょっと保護者の方と話したら実は逆でチームでダメって言われてるからなんかもう俺はもうだめなんだ、うん、俺なんてみたいな感じで素直に取り組めなくなってるところがあるみたいな話があって、うん、あそうだったんだみたいな、うん、全然すごいいつも確かにいつもやる気に満ち溢れてるのは最近ちょっとなんかひねくれてるなっていうので何でひねくれてるのかなっていうのを考えてて、うんまあ、ちょうど保護者の方と話があったん、はい、あだったら逆にもうちょっとこの成功体験とか。うん こ,ういうふうなこんなところ良かったよって話をしてあげると変わるかなと思ってうん <laughs> いたんですけどじゃあちょうど週末の試合に来てくれてその子が、はい、チームとは違う活動になるけど、まあ、あの普通にストレス発散じゃないけど楽しく伸び伸びやってくれていいよって言ってそしたらすごい楽しかったですって,って終わってくれたんで,<ー>でやっぱお父さんもお母さんもなんかすごい悩んでらっしゃってうどういうアドバイスしたらいいのかみたいな。んで <laughs> サッカー楽しめる小学校2年生からそんなつらい顔しサッカーしないでほしいしお父さん、お母さんもなんか一緒に楽しいから入れてる楽しんでる子供を見てるからサッカー始めさせたいとか応援したいと思うはずなので本当にサッカーを楽しむっていうサポート声掛けっていうのだけで大丈夫ですよっていう話をしたらありがとう、なんかすごいすッ,ッと胸のあれがすっきりしましたみたいなこと言ってくれたんですけどですね親もやっぱ親でいろいろ考えちゃうんでしょうね。 やっぱ自分の子供が試合でいながらそれこそさっき言ったみたいに何点も入れられて負けてるのを見たらもうおいってなるじゃないですか <laughs>、はい、ああもっと頑張れよみたいななっちゃうんででもやっぱねそれはそれでどういう視点で見るかってすごい大事かなと思って、うん、その子にはその子のペースがあると思うので、うん、<laughs> あとは親も変に入りすぎたら親も大変になって引っ張られちゃうので、うん、いい距離感ってすごい大事だなって思いましたね。うんうん、楽しいいからやってるっててるうのは本当に シンプルでそうですねずっとそれなんでそこがなんか大前提な感じがしますね結局楽しめないとそうそうその時間がもったいないですよねそうなんですよ好きでいてほしいなっていつまでもいつまでもプレイしてほしいなって35になってもあでもねこうでまいって言いろいろとこう錯誤しながらはいじゃあまたいろいろ頑張っていってくださいはいありがとうございますはいまた来週もよろしくお願いしますありがとうございましたまた来週お願いします

あと収録はああ